皆さんはこの世の中の気まずいことにこれ以上耐えられますか？僕はもう耐えられない、そんな気持ちを歌にしました。聞いてください。気まずいことがダメなんだ。お疲れ様でしたと言った後、電車で再会財布をなくしたと騒いで、みんなに探してもらって、自分のカバンの中から見つかる気まずいことがダメなんだ。友達の家で開けた網戸が外れて直せない、気まずいことがダメなんだ。お見舞いに行ったものの話すこと特にない。気まずいことがダメなんだ、聞いていただきました、世の中実際気まずいどころじゃ済まないこともあります。今日はそんな気持ちも歌いたいと思います。聞いてください。気まずいどころじゃ済まないんだ。お疲れ様でしたと言った後、電車に引かれる財布をなくしたと騒いで、みんなに探してもらって、友達のカバンの中から見つかる気まずいどころじゃ済まないんだ。友達の家で開けた顎が外れて直せない、気まずいどころじゃ済まないんだ。お見舞いに行く途中でその人より大きく事故る。どうもありがとうございました。